あ、ほら。違う違う、今のは、あのね。入れましたね。はっきり抜くと意識はこうじゃなくて、むしろはっきりしましたね。ここで抜いたから、うん、ここで抜けなくなります。ああ、ダメです。はい、だからここで抜くんです。ここで抜かないとあかんのに、うん、ここで上げる途中で抜いちゃったから。なんでそんなことするんですか。今抜きましたちゃんとどうですかね。ほら行きましたよ146。はい、いやこれはすごい。そうか、途中で緩めたらダメってことですね。149。じゃあちょっとね、はい、ユーティリティ行きましょう。はい、さあやっぱり90切りに向けてね。はい、あれあなた次の目標90切り言ってます。90切りか、はい、うんね、遠い道のりですね。これ距離稼ぎ、これが大事なんですよ。5番アイがなくなったんですよ、うん、いや5番アイは飛んでませんから、まあ、普通よりは飛んでましたけれどもね。でこれで7番アイアンよりももっと力抜いて今よりも10ヤード20ヤードこれで稼げたらもうティーショットポンとセカンドウッドはもうグリーンの周りいてますよ。本当そう、もうあなたもうグリーン周りそこそこ、ね、北上カントリーでもよかったんでポーンってしたらもうパーかボギーで上がれますよ。よし、頑張ります。これあの力抜きやすいですよね。うん、あ、入れましたね。いや、もう入れたらすぐ上がるんですよ。あ、なんかね、抜いたのに抜くタイミング間違えてるんですよ。本当そうです。もうあなたの場合すぐここで力抜いといて、ガッっていう。本当そうでした。間違ってます。打つために抜くんですよ。そうでしたね。ボールをちゃんと的確に捉えるために抜くんです。はい。下ろさなくて。全然手をもう下ろしに行かなくていいです。はい、あ、どうでしたでしょうか。見てください、192です。ダメですね。キャリーも153出てますよ。 え、ダメですねって、十分飛んでますよ。170ヤードで使おうと思ってました。ああ、いやだから飛ぶんですよ。飛びますね、うん、びっくりしました今。そうです、それでいいんです。こっちの方が上手に見えるでしょ。あのね、今は上手に見えますわ、ね、今のは上手に見えます。はい、そして距離見てください、はい、170、あ、そうです、175、これです。ドライバー行きましょうか行きますか。ドライバーね、分かりました。いや、ドライバーこそですよ。はい、まあ、あなたもドライバーキュンと天ぷらとチョロしかなかったでしょ。はい、あの動画で、ラウンドの動画でもこれが一気になくなります。分かりました。今ので、まだね、上手に見えるようにしないといけない。そうですよ、余裕があるように、はい、とてもとてもじゃないです何をおっしゃってるんですかっていうそれやったらまた力入れといてもいいから
持っていくなって言う、うん、言われた方がまだ、うん、ここでもうやめるんです、はい、ここでもうやめるんです、はいはい、やめるんです。ほなら惰性でいきますから。ほう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 、やめました。あれが正しい球なんですね、うん、軽く235です。これ素晴らしい。今結果はキュンですけど、やめてましたよ、ね、ようとしました。しましたよね、うん、ただ分かってくれ、やめたのにこれじゃダメだって言ってさよなら。ああなるほど。やめ続けなければいけない。なるほど。これはもう天ぷらですよ。さっき60ヤードしか飛びませんでした。天ぷらコーラーです。天ぷらコーラーです。キャリー114、トータル114。上からポッポーンです。これがね、ちょっと関係ない、降りないんですよ。突っ込んだんですよ。はい、行きましょう。あ、なるほど。あ、そう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 。そうそうそう。やめてました。うん、これちょっとこれダメだけど、あでもこれ綺麗、これでいいです。でしたね、うん、ちょっと一回信じ、それいいです、信じてみました、うんうん、信じてください。やめる勇気ね。うん。え、なんかできそうな予感が、うん、ちょっと様相が変わってきましたね。その当たりはそうでもないけど、あの感じは変わってきましたね。うん、緩めるタイミングがちょっと分かってきてる感じがします。3の指が入っちゃうな。そう、緩めたら何にもしなくても打てるんです。あれ3、ここだけを先握っててもダメですか。ここをやってますけど、はい、もう体がもう、はい、ブランチここは確かに緩めてるけど、体がもうブランチ。なんでかな。どっかで力入れなければ。それなんですか。出てしまいました。でもまあ、あのこれで191、オーイすいませんね、もう。でも力抜けたら、体まで力抜けたという、まあ、まあこれがこっからまあこうでしたけど、今なんかこんなんだったんだ。もうこうなりましたけども、まあ、こっからまあどうなっていくのか、ね、ちょっと今後お楽しみに、はい、まあ、点数は80台を目指すということでね、頑張っていきましょう。それではありがとうございます。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。
評価もぜひ。チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お、痛っ。